ZRX1100 になります。最初に売った時に比較して、いくつかうちで、改良を施しました。改良というか整備ですね、まずオイル交換で、それから、あとハンドルトップブリッジ、これなかったんですけど、これうちでつけました。ダンパーラーバー新品です。なのでセパハン嫌いな人はここにバーハンつけてもらえれば、あとこの辺のスイッチ類付け替えるだけでバーハンになります。好きな方選んでください。非常にやり方は簡単です。で、なおかつここに貼ってあった ZRX を剥がして磨き込みました。非常に綺麗に磨けたと思います。で、グラブバーですね、両方なかったんですけども、こっち側のグラブバーつけました。しっかり握れます。なんでこっち側だけかというと、左側ちょっと中古で見つからなかったので。で、このタンデムセップ、これもなかったんですけども、鏡面仕上げポリ収納のものを両方とも装着しています。余計なステッカーを剥がしました。で、もちろん指導も一発です。一発でかかるでしょうか。何が一発か分かんないんですけど、よくセル一発って言うんですけどね。こんなもんで一発でよろしいでしょうか。で、デビル缶ですね、非常にいい音します。やってみます。バイクってこんな音だったななんて感じの音が出て、非常に私は好きなんですけど。で、一応セパハンなんですけど、スワロータイプなので、ハンドルストッパー縮めてません。なので非常にたっぷりハンドルが切れます。何がいいかっていうと、セパハンだとですね、旋回しづらいっていうイメージがあるんですけども、いっぱい切れるのできちんと旋回ができます。やってみたいと思います。機関状態非常に良好です。メカノイズがほとんどありません。作動状態としてはかなりいい部類に入ると思います。川崎でここまでかかりがいいエンジンって結構珍しいんですけども、きちんとその管理状態がしていれば、このようないい状態を保つことができます。で、あとですね、 YouTube の方に、これで走った動画があります。適当に私が撮って音楽つけただけなんですけど、参考にしてもらえれば幸いです。はい、というわけで、簡単ではあるんですけど、非常に楽しい、いい状態の ZRX、車検がですね、23年6月までついてます。お買い得です。表示金額は納車金額になります。それ以上もらうお金はありません。というわけで、どうぞよろしくお願いいたします。